米だ米だ米だ一米だ。いつか聞いてもあの公園の手を抜かないの下りのやつはあれはあれはどうしたのあれは、うん、なんかもうそれもなんか言われたのかな、なんか別に誰が悪いってわけじゃないけど、うん、まあ2が、うん、今なんかつむぐみちゃんが、うんうんうん、ブログかなんかに書いてたみたいで、でなんかそれはまあ梅ちゃんから聞いた話なんですけど、うん、で梅ちゃんがなんかそれを見てなんか今日はチーム E の声に出させていただきました、うん、だけど裏でなんかそういう風に言うなんかなんていうんですか、でもなんか公園で後ろだから見えないからいいやみたいな言ってる人がいてみたいな、うんうんうん、その書き方がなんか梅ちゃん的にはなんかチーム E の誰かが言ったみたいな書き方に見えたみたいで、 E の公演の後だったしっていうのがそで見えたみたいで、でファンの人も結構勘違いしてて、うん、なんか E で誰が言ってんだみたいになって、あそういう風になっちゃってたのね、言ってて、うん、でなんかそれでファンの人に私が抜いてるって言われたんですよ、うん、標的になったのね、標的になんかでもこっちとしては公演とかも誰よりも休んだことないし、まず休演したことないんですよ、うん、でどんだけ公演に命かけてるかもなんか知らない人にそうやって言われるのが嫌で、うんうんうん、だからもうなんかもうプチンってきてもう泣きかいて、別にまあ2も多分聞いた人も いるんだろうけど、うん、でもなんかなんていうんですか、別にそれは多分本心というわけでもなく、多分まあ軽いノリっていうのもそのままダメだけど言っちゃダメだけど、なんか多分励ますつもりで言ったんじゃないかな、それが振り分かんないかなからっていうのもあると思うんですけど、なんか自分なんかえっと思って、でもここに来るとは思わない、おかしくないですか、なんか、ね、言ってないのに、ね、何も知らない人なのに、私なんかそう知らない人なのになんかきっとそれは酒井だろうみたいな、ただなんか私が後ろにいるからって、うん、なんかそうやって言われるのが嫌で、なんか叫んだと思って、うんうん、すいませんふざけんな、いやでもこれは本当にふざけんなと思ったんですよ、本当にごめんなさい、ね、大丈夫、違う悪いんですけど全然大丈夫、なんかプチンときちゃったんで書きました、それで違いますよっていうのを書いたのね、なるほど、だからそしたらファンの人はいや分かってるよっていう人もいたんで、まあ、さすが 私のファンだと思って、あそうだったんだね、まあ、またファンの人を好きになりました、そうなんかいや本当ですよ、そう私グッパス、まあ、見てた時にそれが急にまた見てじゃじゃじゃ普通に見てた時になんかそれもなんかさ抜いてませんみたいな書いてたからなんかあったのかなって思ったけど、うん、あ別にそれしてたんだってだから今気になってたから聞いた、あそういうことだったのね、まあなんか梅ちゃんのためにもというか、だから梅ちゃんは私の投稿を共有して言ってくれましたよ、うん、リーダーとして、あそういうのがあったんだね、あそうだったんだ、知らなかった全然、そうです、まあまあ、まあ48グループは、まあ、第2章なんていうんですか、 AKB が第2章を始めて、うん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 、握手会と公演っていうふうになってるじゃないですか、うんうん、中心が、でも SKE はまだまだ第1章の途中だったから、うん、なんか公演じゃないですか中心が、まあね、まあもちろんね劇場が原点だからね、だから劇場の公演もなんか手抜くとっていうのはありえないから、うん、自分に、うん、だからそうやって言われたのが嫌でした、うん、そういうことです、なるほど、あ、よかった、すっきりしたもやもやしてたんですか、そうしてた、気になってたからなるほど聞いて平気だった、すっきりした、あ、平気ですよ、すっきりです、あ、ほんと、もうそれも終わった話か、結構、ま、結構終わった話、あ、ほんとに、どうしよう、これまた炎上しないと思うけど、しないです別にしないと思うけどね、まあ、手抜いてないですよっていう、うん、抜いてそうだね、まあ、抜かないですよって、うん、これからも、うん、それ分かっていただければもうもう何でもいいです、めっちゃウケる、何でもいいです、ほのかもめっちゃ聞いてた、みんなこっちにいるんで、そうやって思うでしょ、これについては、うん、ね、ね、そうだね、大事ですから、もうみんな手は抜いてないですよ、抜いてないです、頑張ってますのでね、まあ、見てる方は分かるかな、劇場でやっぱね、うんうん、一生懸命です、はい、ぜひ劇場来てください、はい、皆さんも待っております、はい、お願いします、じゃあ次はですね、はい、そうそう、のんちゃんとやっぱ仲良かったりとか、まあほのぷるだったりとかあるんですけど、うんうん、まあ仲良くなったきっかけがあるのかな、のんちゃんと、うん、まああのサカパジャマドライブの千秋楽を迎えるちょっと前ぐらいに、うん、なんか同じアーティストさんを好きになったんですよ、はい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 、なったんですよ、うんうんうん、でなんかそれでいやそれでなったんですよ、なってでそっから話が合うようになって、うん、なんか同い年だしってなって、でちょうどもう中学3年生になるから高校受験もあるっていうのがあって、はい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 、
そっからなんか受験の話とか、うん、そのアーティストさんの話とか、うん、いろいろするようになったうちになんかいつの間にか普通に仲良くなってたんですけど、うん、でなんかたまにカノンとかなんかちょっと甘えん坊なんで、うん、膝の上とか結構抱きついてくるんですよ、ね、うん、そういうのでなんかメンバーになんかガチだよみたいな感じで勘違いされたのはめっちゃあります、うん、あ、そうなんだ。自分たち的には、うん、そんな別にいつもの流れだったから気にしなかったんですけど、まあそうだったんだ、仲良くなりました。そういう感じで。それよりも前は普通に今よりはまあ普通のメンバーとのぐらいだったんだ。仲良かった。ああ、じゃあここまでこんなになるとはね、思わなかったですね。あ、そうなんだ、ね、何がきっかけでっていうか、なるほど、はい、そんなことがあったんだね、はい、そんなね、今あとはホノプル、はい、活動はしてますよね、してますよ。してますか、うん、なんか一時期なんか目がウケる、ほのかの目線がウケる。ちょっと待って、スピーダーです、スピーダーです。あ、そっか、スピーダーから映れないね。なんか一時期カノンとその仲良すぎて、うん、周りのメンバーもめっちゃブログに書いてたんですよ、うん、でその時に一回勘違いされてなんかほのプロはもう消えたのみたいな言われて、消滅みたいな、めっちゃ言われたよね。めっちゃファンの人に言われて、握手会とかもなんか、うん、ほのちゃんとはどうなったのみたいな、うんうんうん、なんか俺ほのプルとかのなんか動画好きだったのに、うん、なんか解散しちゃったのみたいに言われて、解散って、いや、し、なんか、してないですよみたいな、いや、ちゃんと仲いいですしとか言ってて、だからね、普通にね、普通ですよ。なるほど、仲いいし今もだってね、そうですね、いるし帰るんだよね、きっと一緒にね、はい、ほのから待ってくれて、ごめんね、ちょっともうちょっとだからでもこれからもチーム一緒なんですよ。あ、そうだ、あ、三角関係や。あそれファンの人めっちゃ言うんですよ。あ、言ってくる、どっちと、なんかどっちを取るのみたいな、なんかどっちを取るとかないから、ないですよなんか両方と仲良くしたいですよ。なるほどね、そっか、一緒か。そうです、一緒です。そうだね、まさかなると思わなかったね、一緒のチームに、うん、びっくりだね。びっくりしましたもん。そっか、それもびっくりしました。あ、そっか、まさかね、なるとは思いませんでしたね。じゃあそこら辺の人間関係も楽しみにやっぱそういうのがさ、見るのが楽しいんだよ、ファンの人とかって。ああ、そうなんだ。そう、やっぱそういうもんですよ。そうだから愛理さんも結構コンビ好きだ言ってくれてるんで、おお、のんめもほのぷるも好きって言ってくれてるみたいなんで、嬉しいですね。おぎゅりに次ぐものをそうですね、ついてください。ちょっと頑張ります。次がですね、最後に、まあ、組閣昇格発表からまあ、思いだったりとか、まあ、目標ね、これからの目標だったり、はい、そういうのを最後に聞きたいなと、はい、思います。資格とかですか。まあ、うん、全然もうなんかこれからの目標でいいですよ。これからは、うん、まあまあ、今日撮った日は、まあ、朝のと同じ日なんで、うん、あのまだ見逃した君たちが残ってて、あ、思い出せる君たち、はいはいはい、チーム E の坂上がり残ってるんで、まあ、まずはそこの近い、なんていうんですか、うん、いつだ、あとちょっと23です。あ、 3日後。そうなんだ、23なんだ。なんで、うん、まあ、それが多分大きい会場でなんかチーム E でできるの最後かなと思うんで、うん、まあ、それを含めなんていうんですか、チーム E らしさを残してきて、うんうん、戻ってきて、うん、で、まあ、新チームになったらまたなんか新しくなんか新しいメンバーと一緒に、うん、まあ、レナさん筆頭にというかチーム E みんなで、まあ、ウェーブを目指すというか、まあ、今のチーム E を超えるぐらいの距離で頑張りたいなと思います。個人的なのはありますか。個人的は、まあ、何ですか、将来に、まあ、演技好きって言ったんで、うん、女優さんなんですけど、まあ、その夢に近づきたいっていうのもあるし、うん、あとは SK 内で、まあ、選抜にも、はい、なんとか目指し、うん、参りたいなっていうのはもう前から立ててました、うんうんうん、ファンの人とも仲良くして一緒になんかそうだね、一緒に、ね、一緒に歩いてくださったら嬉しいなと思います、うんうん、おー、総選挙はどうですか。総選挙はあれ、うん、何で撮ったの。ポスターとかは、まあ、私服です。あ、そうなんだね。なんか、まあ、総選挙は、まあ、ランクインを中心というよりも、うん、まあ、まずは知ってほしいっていうのがあったので、まあ、今回なんか立候補制だったじゃないですか。そうだね、まあ、知ってほしいからっていうのがあって、うん、あのやったんですけど、うん、なんかまあどうなのか分からないんですけど、まあ、まあ、本に載ったりね、あとコメントもいろいろ撮ったりとか YouTube もしてるから、まあ、
まあまあまあ一番はまあランクインしてファンの方にありがとう言えたらいいけど、うん、でもランクインできなくてもまあ自分は変わらないんで別に、うん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 、だからまあいいです。いい、おありがとうございます。何かありますか、もう大丈夫、言いたいこと言いましたか。何かありますか逆に。え、わかんないけど大丈夫、もう言いたいこと言った、もう言いたいこと言いましたよ、言いたいこと言えた、言いたいこと言いましたよね、言った、大丈夫、うん、あ、大丈夫、それならいいんですが、はい、そしたら夢に向かってこれからも頑張ってください、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでですね、はい、来週のゲストを、はい、似顔絵で帰ってきてもらったと思うのでこちらを見せていただきたいと思います。どうぞ。でにゃん、来週のゲストはこの方です。この方です。イングリッシュスマイルということ。どんな感じの人ですか。この方は先輩なんですけど、うん、なんかとりあえずまあ頭が良くて、うん、まあ、笑顔が素敵ということでスマイルって書いて、なるほど、で英語は多分得意みたいなんで、おー、イングリッシュって書いて、ここがポイント、ね、髪型もポイントですよ、髪型も。じゃあ私は今週はこの子と話し、今週じゃない、来週か、話していきたいと思います。でね、最後になんですけど、はい、本当の本当の最後になんですけども、はい、このやつが、うん、あのプレイボーイとの、はい、週刊プレイボーイさんと、まあ、連載なので、はい、あのツーショットのチェキをねプレゼントするんですよ、うん、でそれにまあキーワードが必要で、はい、紙面と動画のキーワードを合わせて応募してもらうっていうシステムになってて、でここの動画でそのキーワードを発表したいので一緒にこっちを言ってほしいんですね。下、そう、それを一緒にしたら、ね、そうそう、お願いしたいと思います。でなのでですね、今週の、酒井めいちゃんのキーワードを発表したいと思います。はい、じゃあいきます、せーの、プロデューサーはてな、はてな、プロデューサーはてな、そこまで、はてないるんでね、はてないるんで、なかったら当たらない、ないと当たらない、プロデューサーはてなということで、こちらがキーワードになっているので、はい、皆さん忘れずにこちら書いてもらって、はい、紙面のキーワードと合わせて応募券を貼って応募お願いします。お願いします。はい、時期はそのうち取るので待っててください。わかりました。はい、こちらサインとか入れてね、はい、お送りするのでよろしくお願いします。はい、ということで本当長くなっちゃったんですけども、いや、ありがとうございます。いやー、ありがとうございました。1時間ぐらい約、ありがとうございます。なんかめいちゃんのことが知れて、仲良くなれた気がしますか。あ、本当嬉しい。結構メールしたじゃないですか、このやる前。そうだね、そう、やっぱ鋭いツッコミをねこれからもでも、はい、バシバシ、はい、金子よろしく、あと金子にもよろしくお願いします。そうだね、言っときますので、まあね、はい、勘違いされない程度にね、まあほどほどにこれからも頑張ってください。私は嬉しいですよ、炎上する人が他にいて。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと難しい。そういうキャラになっちゃうから。そうだ、そうだね。まあ大変になっちゃうからね、それと。まあほどほどにね、しといてもらって、まあ良さなのでそこも。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ最後にもう一回キャッチフレーズをやって終わりたいと思います。はい、はい、私の笑顔が皆さんの心に。命中、ちょっぴりおませなチームイの成功、15歳の酒井美里でした。イエーイ。ということで今週はですね、研究生の柚塚あさなちゃんからの紹介でチームイの酒井美里ちゃんでした。バイバーイ。ありがとうございます。